登録をやっていきます。火は熟した。いよいよ始まる。さあ、思う存分やり合うがいい。争うがいい。いきなり突っ込んでいた。上は通さず。この投げは見えている。冷静に引っ越していく。ここで決めるその弾力、あっぱれ。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。いやーマジか。おお、なるほどね。ここは投げを見せてガードを崩す。ドライブインパクトの空振り、反応できるか。よしかと。さあどうだ。ここから試合は終盤戦。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー2、ドライブなしで倒しきれるか。回路はもうどこにもない。2人とも限界。ここでバーン。危ねえ。わずかなチャンスを生かしきった。よく踏ん張った。粘り勝ちだな。ギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。スコというのはこういうのを言うんだ。神戦の勝利だったので、まだまだどうなるかは分かりません。実力は低くて小さなミスが良くになる危険な一戦となっています。そういうこと。なるほどな。捕まえて投げ飛ばす。見事な投げだね。中足を見せて、しっかりと距離を取って。プレイヤー2、ここは我慢の時間帯になりそうだ。さあ、ワーオ、バーチャルローリングで返した形。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうした、いけるだろう。空中軌道変化。さあ逆転を見ているか。中足。わあ、やるではないか。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。我が輩もこれには目がくぎつけになっている。飛び降ろす。見事だ。時間はまだたっぷりある。気持ちでぶつかっていってほしいね。いやー、どうだ。さあ一歩と、これも抜け、上はダメ。やるではないか。もっともっと争うかよ。ここはどうね。ラッシュするか。うまく投げられた。きれいに投げていったね。つなぎた強気の天心。ここからの勝負。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。しっかりゲージを管理できている。良い SA だ。ドライブラッシュから投げが決まった。あっぱれ、やるではないか。 OK、 良いとどめだ。試合が終わってしまうのが長い。惜しいですね。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。バックステップローリングから主導権はどちらが握るか。頑張っていってもらいたいよね。どうだろう。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。突っ込んでラインを上げる。ダイレクトコンボをしっかり決めていく。前に出てプレッシャーをかけつつも、いや、ガンガン前に出る。ここはガードでしのぐ。さあここだ。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。おお、いいね。パーリーでさばく。プレイヤー1、残り体力はわずか。しかしドライビージをうまく使えば逆転は可能。めくり切り返して落とせんのすごいな。おお、そうきたか。これは簡単にやった。これはまさかの逆転。誰がこの未来を予想できたか。あそこから逆転するとはね。さあ今の激戦いかがでしたか。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になりましたか。流水脚を選択、余裕をチャージ。ドライブラッシュで前に出る。気に舞いを詰めてきた。ダイレクトコンボを叩き込む。ここからどう動く。さあ互いの狙いは互いに見えているか。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。さ
白熱した試合でしたね。素晴らしい戦いであった。見事だ。ラパリーも見せながらプレッシャーをかけながら飛び落として、あ、今のは素晴らしいね。さあここでチャージを一つ、あ、おやすみ十分。立ち絵のイメージはできているか。崩しに使うか、歩くアップに回すか。あー今確定あったか。飛びは通さない。一進一退の体力状況、相手の力量が見えてきたか。地上音で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。ここはドライブゲージで渡さない。投げ、さあここから、そうか、さあカウンターが決まる。これは痛いな。OK、 良い決着だった。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるのだな。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、今いいのが入ったね。もっと我が輩を楽しませる。さあここはマーシャルローリングで返した形。ドライブはしにくい。どうしのぐか両者。給水客を選択、余裕をチャージ。設定ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。飛ばせ、投げ飛ばす。いざ、この調子だ。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。壁に追い詰めた。オッケー、ここでゲージを使っていく。なんだと、倒しきり見えていない。月が、オッケー、見事。おお、両者かなり動けていた試合。どこに、なーに、お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。我が輩を楽しませてくれ。めくりがヒットして、どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあ張り切っていってもらえたね。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。掴んできた。やはり近距離での取っ組み合いは見ていて楽しいね。さあここでカウンターが決まって、大きなダメージとなる。なんとかして触りに行きたいが、マイドリが絶妙。いやー見事、気持ちよく決まったね。この距離は飛び道具を使う。ターゲットポイントを叩き込む。ここはどう出るか。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。さあもっとやり合う。 OK、 いいね、とどめまでしっかり。さあ今のラウンドを振り返ってみて、いかがでしょうか。危機迫るその戦い。マジ、そうなんですよね。次が始まります。うまく投げていった。何投げ。給水客を選択、余裕をチャージ。集団が降って受け止めつつ攻撃する。おっと、ヘイ、かまいな。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。いきなり画面端になってしまった。いやすごいな。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。 OK、 見事、両者かなり動けていた。あら一戦抜け。どこ見ましたか。2人とも動く。うわー、ここに来て JP か。
誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。人間界の決闘というものを見せてもらう。さあこの一戦は通らず、まだまだ十分伝われ。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。それに押し込んでいく。ここからが大事だな。どうだろう。お互いの距離が大きく離れている。切り直しの前に。さあここだ。グラップしっかり。見えづらい飛び出さない。うわぁ、スーパーしてくれた。そして次はどうですか。攻めるか。やるではないか。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。全く素晴らしいね。見事に決めていった。今後の展開にも期待していきましょう。全身を使った攻防ルート。さあハンマー中央へ落ちた。ドライダッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。中足が刺さる。このドライブインパクトはガードさせて OK。 なるほどな。この飛びはガードのブニュー。この体力の攻めのドライブラッシュ。追い詰めたぜ。ここでバーン。オッケー、危ねー。 KO。 良い決着だった。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。最後まで諦めるな。最終ラウンド、すべてを出し切ることはできるか。もうぶつかっていくしかないね。試合は始まったばかり。まだまだどうにでもなる。これは危険な香りがするな。さあ終盤、舞台が整った。あと投げをつかむ。届かないか。いやどうだ。まずい。次が続く。この後に一気にギアを上げてきた。あっぱれ、やるではないか。はい、OK。 見事、よし。 JP は昔から勝って負けと一戦抜けするんで、 JP だけはね。さよなら。あーもうさっきの JP から怒涛の2回 JP と当たったかな。この一戦に何をかけるか。もうマジでいいって JP、 本当に。世界の決闘というものを見せてもらおう。上は洞察、きっちり抜けている。試合は序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらう。やってね。もうなんで昇竜って言ってんだ。いやー見事、気持ちよく決まったね。ドライブゲージを使い切ったこの状況、最悪やこれ。できるか、阻止するか。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。ここから試合は終盤戦。これひどい、これはひどい。ああ決まったね。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。いやいいね、いい感じだと思う。さあ次のラウンドも見ていきましょう。ドライブラッシュにゲージを回していく。流水拳を叩き込んで足元を狙っているか。ここでドリが通る。取り詰めたこの状況、腕の見せ所だ。さあここからだ。流水脚を選択。確かに予測できているか。いやーよくガードした。画面端でパナスのインプットした。とどめまでしっかり。盤石の立ち回りが見えたラウンドだ。これを崩すのは容易じゃなさそうです。あくまでも汚れっこの勢い、素晴らしいぞ。あーあれ落とさないと。あっぱれ、やるではないじゃん。流水脚で飲んでいくルート。SA ゲージは黙っている。何でもできる状況。投げが決まった。素晴らしい投げだ。見えている。いや見事だ、いい感じだ。ドライブラスで勝負をかける。強気の天使。えい、差はついたようだが、まだまだこれからだ。微妙なところ、ゴール。反応、これが最適解、これが最善手。
やるではないか。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。素晴らしい戦いであった。見事だ。デジャブかな。好きなランドの選択、余裕をチャージ。さあマシンで余裕を試す。画面端に置いて話すかな。さあもっとやり合うのだ。指をガードして、次話しそう。ここはどう出るか。後から逃さないことを優先決定している。オーケー、良い決着だった。やや一方的とも取れる試合となりましたが、どうでしたか。うわー、ちょっと強く差があるかもしれないね。ただ僕を覆すのも戦いの際を。今ガードする。分からない。行く。妥協らしい。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。どうした、いけるだろう。ドライラッシュで前に出る。あと少しだ。ここで位置が入れ替わる。弾を打つ。攻めのドライブラッシュ。サンドブラスト。上からのコップバーンとしている。まだ諦めるな。プレイヤー2、ここが勝負どころ。ロッキー、我が輩を満足させてみろ。いやもったいねー。ワンチャンありそうだったけど、もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。最後まで諦めるな。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。これは頑張ってほしい。ドライブラッシュで前に出る。主導権を先に手にするのはどちらか。気持ちでぶつかっていってほしいね。ここで弾を打つ。お飛びはバレバレ。見事だ。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。いやもったいねー今。ジャストで拳が伸びてきた。プレイヤー1、ここからが。いや今もったいなかったな。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。マリナ。見事だ。いやー出なかった対空。今そういうことだ。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。諸君、最高の試合だったぞ。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。いいね、大技だ。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。壁から逃さないことを優先徹底している。いやー空中くらいになっちゃったよ。抜けられず。あらっきー、投げ回りを管理しているか。手を出し合った両者、ここからどう動く。状況に変化をつけるか。パリーで捌く。ジャンプ攻撃への警戒は十分。いやー見事、気持ちよく決まったね。よし、もうちょっと。ここで飛びが通る。飛んでいる。オーケー、まだ倒しきる。見事一本取っていく。さあこれはどう見ますか。まったく素晴らしい。見事に決めていった。今後の展開も期待していきましょう。ドライブラッシュで前に出る。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。攻めのドライブラッシュ、一気に前を詰めてきた。プレイヤー1、若干タイムリード。勝負はここからが面白いんだよね。もっと我が輩を楽しむ。おいしい。流水脚を選択、余裕をチャージ。SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからのうわー使ってくれ。 OKOKOK。 ゲージ運用に向かいなし。いいぞ、この調子だ。残るか、残るか。マリーナ、いいぞ、その調子だ。バーンバーンとする。ここまでなのか。ドライブゲージが尽きた。これは精神的にクリア。オッケー、ここでゲージを使っていく。よっしゃー、倒しきり、見えている。これはどうしたな。やるではないか。ラッキ
ケー。なかなかに白熱した試合でしたね。素晴らしい戦いであった。見事だ、ね、中継からの劣化あと台形からの劣化、これやっぱ強えな。前からやろうと思ってたんだけど、はい、ということで、ではでは。